Sega. Welcome back, everybody. We're here to talk more about Yakuza 5 with two of the creators, Nagoshi-san and Yokoyama-san. So the first Twitter question comes from @nabishin186. Are you surprised by the dedicated international fan base for the Yakuza franchise? 非常に日本の中でもユニークなタイトルだから、コアなファンっていうのは日本の中でも結構ゲームユーザーの中では割とレアなマーケットの人たちだと思うんですよね。ただそういうユニークさっていうのは逆にまた海外で他のゲームにないユニークなタイトルに見えると思うので、そういうコアなコミュニティがあるっていうのは、まあ、予測まではしなかったけど、そういうのがあるって聞いたときはなるほど、納得する部分もありました。特にアクションゲームなんでですし、だけじゃなくてその日本の映画とかを好きな文化っていうのも必ず海外にもあるはずなので、まあ、それが規模がどうあれ、まあ、少数なり必ずいるだろうなってのは思ってはいるんです。This next Twitter question comes from @StriderCT. To what extent do you think the Yakuza saga correctly portrays Japanese culture and way of life? 作るときに特にヤクザ5で意識したのは、今までその東京と大阪の繁華街は作ってきたんですけど、新しく、まあ、福岡、名古屋、札幌っていう3都市が、まあ、出てくるときに、例えばその、まあ、日本人なら必ず分かるランドマークってあるんですよ、街。それを実現してそのゲームの中に取り入れたときは、すごいその感動がお客さんに届くといいなと思って作ってるんですけど、はい、そういう努力いっぱいしてます。はじめまして、リクです。 Tell us about the hostess clubs in the game. Are hostess clubs really that prevalent in Japanese culture? I mean, how authentic are theycompared to the real ones in Japan. 日本だけだと思いますけど、何千件という数が多分狭い日本の中にあると思います。だから日本の一つのユニークな、まあ、夜のカルチャーだと思うんですけど、ただそれをまたゲームにしたことがないので、ぜひ入れてみたかったっていうのがまず一つ。 So speaking of the hostess clubs, do you guys have any personal adventures doing the research within there that you'd like to share?自分が経験したものもあるし、人が聞いてみたもの、さらにまあ一応例えば、コメディタッチのものだってより面白くアレンジはするけど、完全に想像で作ったものは逆に一つもないので、全てが割と自分らにとってはリアリティにあふれるエピソードばっかりだったと思います。僕一作目の時キャバクラのシナリオを書いたら、なんかやっぱり生き慣れてないからか、こんなんじゃないよっつって全没されて、名古屋さんにも怒られた記憶があるんですけど、具体的にキャバクラ そのいわゆるシナリオとか演出とかを作ってる人間ってのは必ず実際行きますよ、行ってみますし、そこで自分が見たり聞いたりしたものをそのままエンターテインメントとして面白おかしく作っていくので。失礼します。 This next Twitter question comes from @dbisplsWhat are some of the major inspirations behind the character designs? A lot of people are wondering how Kiryu came to be. それはキャラクターデザイナーがいて、シナリオの設定からインスパイアされたものをまず出して、まあ、あとはでも本当に最終的にはもっとこうシャープな方がいいとか、例えばその顔つきと言葉のニュアンスがまた合ってる合ってないとか、キリュウは逆に言うと全く喋らないわけではないけど、主人公という中で結構クールで無口なキャラクターですから、逆に顔つきが結構物を言うというか、顔の芝居でモーションで結構モノドラマを語るようにさせたかったから、それにふさわしいものってなると。 This next Twitter question comes from @lightningjamu.What makes Yakuza 5's combat system unique or different when compared to other games in the Yakuza saga? ヤクザシリーズでずっと喧嘩アクションつって、いわゆる日本では喧嘩、ストリートファイト、殴り合いなんですけど、とかその街に置いてあるものを掴んで武器として使って殴るみたいな、そういう喧嘩と言われてるバトルスタイルをいかに痛みを強
追求してこう演出していけるかっていうのをずっと突き詰めてて、5になるに従っていわゆるそのさらにその先の必殺技みたいな主人公ごとの特徴に合わせた必殺技ですよね。スーパーな技が出る絶技っていう、あのゲームのこういうところが良かったんでそういうのも入れてほしいなとかユーザーの声があると、できそうなものは我々は割と比べちゃいけないかもしれない、うん、他のメーカーのいろんなチームに比べるとかなりリクエストは割とまめに僕ら聞き入れるチームだと思うので、バトルの進化っていうのも割と僕らはこうしたいってもあるけどユーザーがこうしてほしいっていうリクエストが結構なんか織り交ぜながら現場は考えてくれてると思います。We'll be back in a few weeks with more Twitter questions from you and more insight into Yakuza 5. PlayStation.